めたら、そこで試合終了。悪いみこち、一抜けだわ。ふぶさん出たで。ふぶさん、はあ、ふぶちゃんゲーマーズさんの店長さんですか。こっちは出てねえんだよ。一緒にすんじゃねえぞ。おい、いらねえよバーカ。昨日さ、あのみこさんとね、たまたまお仕事が一緒だったので、一緒というか、あの別のお仕事だったんだけど、たまたま収録のあれが同じだったので帰り一緒に帰ったんですよ。でご飯をね、焼肉食べてーって思って、まだ焼肉行くかっつったら、そう焼肉行こうぜーってなりまして、焼肉行ったんですよね昨日。でそこでなんかね、みこさんがね、甘えてきたんですよ。ふぶさんとコラボしたいっつって。そうで、まあ、なんかじゃあ近々するかーって言いつつも、そういえばカード向いてますけど調子どうですかみたいな、ちょっと店長会議が行われたんですね店長会議が行われて、いやーマジ出ないっすねーみたいな役番とかもなんか縦にポンポン出してるけどうちら粉々っすかみたいなで話してて、確かにって。でもなんかずっとこうやり続けるのも、まあ、なかなかにね、やめ時がわからないから、まあ、どこかで一旦区切りをつけようじゃないかって話をしてたんですね。まあ確かにみたいな。でもやっぱ100万は出したいじゃないっすかって。じゃあもし、まあ、今月中かな、この今月か、まあ、来月あたりまでに100万出なかったら、2人で新年100万カードチャレンジフェースをしましょう。もしあの100万円のカード出なかったら、あの来年にご期待くださいみこちより先に当ててやるのだ。まあね、気持ちで煽りたいとこありますけど、これはでもね、運なのでね、本当にね。果たしてどっちの運が出るか。今月中出なかったら、ちょっとみこさんにちょっとガチめに年始どうすか聞いてみますわ悔しくないっすか。ちょっと聞いてみるだけ聞いてみるつもりではあります。せめて50万、30万より上を見て、まだ天井は高いはずなんだろう。上があるって知ってるんだ。もうこっちから上を見上げるだけなんだよ。目指すは上、下へは戻らない。パックの夢は終わらねえ。毎回がマイパック、マイパックがデスティニードローだ。毎回毎回に夢を見ていこう。下に落ちるか、そういうこと言わないでください。上しかないんだよ今。ここが地の底。俺たちはもうあとは上へ上へと掘り続けるしかないんだ。そうだ、掘って掘って掘り抜いて突き抜けたなら俺の勝ち。そういうゲームですよこれは。今答えが見つかるなら来る。諦めるな。諦めたらそこで試合終了。諦めない心大事。振り絞れ、大地を踏みしめろ。ナミコさん、でもさ、要は200万出てんだわ。やっぱ目指すなら一番なんだよな。いや、ミコさんのこと煽ったけどさ、でも100万なんてもうみんな出してるわけでさ。でもさ、キレてる。ミコさん、さっきは煽ってごめん。でもさ、俺たちが目指すのはさ、もう100万じゃないんじゃないか。周りを見てみろよミコさん、200万がいるんだぜ海外には。俺たち日本もさ、立ち上がる時なんじゃないか。みこさん。いや、なんか、ふぶさんがさ、この前ご飯食べた時にさ、なんか、今月出なかったら、なんか、年末か
私に変装しようとか言ってたんだけど、ミコは普通にあーそうだなーとか言ってたんですけど、なんかそれをさ配信で言っててさ、もうやる方向みたいな、もう出なかったらやる方向ですよみたいな感じだったんだけどさ、言わせて、恐ろしいで変装とかいうレベルじゃねえか、変装したら出るってわけじゃねえからさ、もう5時間何時間こっちは11日やってもさ出てねえんだよ。どうなるのマジで、何時間配信になっちゃうのこれ。もう年始か年末に白目向くことになるんですけど。ミコは出すよ。ミコは絶対に出す。パパさん申し訳ないけど。諦めて。ミコちゃんハゲ散らかしちゃうから。俺絶対出すから。出なかったねってなるの怖いよな。どうすんのそれでさ、相手をすぐに出してさ、出さなかったの。それこそ悪夢なんですけど。震えちゃったよね、普通に想像したら。カール、きっとカール、きっとカール。信じてればね。フブさん、出たで、フブさん。はぁー？はい？嘘でしょ。なんで？フブさん、てめえ！何してんの？ミコが出したいやつやん、ギガトラ X ですやん。ふざけんじゃねえぞこいつ。フブさん何してんねん。え、なんでみんな、なんで置いてくの、なんでミコのこと置いてくの。鬼伝承。あ、もしもし、あ、フブちゃんゲーマーズさんの店長さんですか。あ、ミコのアラーさんの、あ、店長さんですね、どうもどうも。あ、フブちゃんゲーマーズさんの店長さんですか。あ、ミコのアラーさんの、あ、店長さんですね、どうもどうも。いや、なんか、はい。お知らせが、虫の知らせみたいなの来て。あ、来たんですか、はい。あ、なんかそちらなんか、出たっていう。出た、出ます、あー、そうですね。あの、ちょっとギガトロン X っていうのがね、虹色にバカ輝いてる。なんか、曲、なんですけど、ミコさん、いや、聞いてください、ミコさん。やっぱ、なんですか？やっぱ、我々、まあ、カドショー背負ってるじゃないですか、テンポ。海の向こうの奴ら見てくださいよ。はい。ENID、200万っすよ。はい。黙ってられないんじゃないですか、我々やっぱ。我々って一緒に住んでこっちは出てねえんだよ。いや、こっちは出てねえんだよ、一緒に住んじゃねえぞ、おい。出てないよ。そのスタートライン立ってないんですけど。おい、戦う準備できてないんですけど、こっちとら、まだ出てないんですけど。そうかもしれないけども。ちょっと、はい。けどもだよ。でも、やっぱ目指すなら200万じゃないっすか。いや、もちろん当たり前です、それは。大事、走りますよ、共に。あ。あんたまだ諦めないって話？諦めないです。やっぱ、JP も出せんだって、うん、100万とかさ、もう JP ゴロゴロいるじゃないですか。なんかこんなに。やめて、刺さる。全部刺さんねん。フブさん、全部刺さってんねん、こっちとら。全部。受け止めてくれ、一旦受け止めてくれ。そうですね。だが、200万はまだいない。うん、確かに。そう、やっぱ、JP も運があるってところを見せるためには、うん、次、ミコさん200万っすよ。いや、そうっすよね。当たり前っすよね、やっぱ。そうっすね。ミコさん、出しますよ、それ。当たり前じゃないですか。出してくれますよね。じゃあ、100万じゃ、出たとしても諦めねえってことでいいですか。お互いです。もちろん、ミコさんを一人はさせません。ミコの穴を一人にさせるわけやけど、フブちゃんゲーマーズも200万出るまで続けるんで。そうですか。あ、じゃあ、全然、こっちも、出すんで。でも、はい。ちょっとな、まあでも、まあ、でも、ちょっと一旦運もらっていいですか。あ、もちろん、一旦ね、ミコの穴に、ちょっと、託しますよ。うん。ね、うん。まだね、スタートライン立ってもろて。え、じゃあそれ、売ってもいいよ。いらないってことですよね、それ。ちなみにギガトロン X。あ、それところと話しちゃうんでお疲れさまでした。売れよ売れよ売らねえよバー